本田さんは付き合う相手を選びますか？またどのような基準で付き合う相手を選びますか？付き合う相手選びますよ。そりゃそうでしょ。時間は有限ですよね。なので、しっかりと自分にとって、価値観が、合う人、自分のビジネスにとってメリットがある人、こういう人たちとできるだけ長い時間過ごすように、心がけてます。